ロスカントリーオリンピックのオフィシャルトレーニングは終了になります。15分後、16時テクニカルとも言わないとも欲しいし、なんか原っぱを走ってるからね。そう、得意そうだね。9時から12時までとなっております。そしてクロスカントリー使用コース以外のトレーニング時間につきましては10時から12時30分まで。明日はクロスカントリーショートトラックが行われるわけですけれども、また男子マスターズが第1レースで10時30分から、そしてクロスカントリーショートトラックの女子エリート、そしてユースやこの後3分ほどでトレーニングは終了します。あとオフィシャルトレーニングの終了時間は15時45分。だからあと2分ぐらいで15分じゃないです、45分も。さあこの後16時からは、なんかここ痛いんだってマジ。オフィシャルトレーニングの時間はこの後10時までです。どうすこれ着てるよ。みんなみんなこれ見てる。このTシャツが欠点もここね。Tシャツ欲しくなってくる。ストレッチ。いよいよ全日本マウンテンバイクXCC がスタートとなります。澤田選手、今の心境お願いします。そうですね、やはり全日本ということでタイトル取れるように、はい、気合入ってます。昨年は5位という成績でした、はい、まあ、この質問は無意味かと思いますが狙うのはもちろん、はい、優勝ですね、はい、XCC は、まあ、昨年全日本で失敗してからそこからは一度も負けずに、昨年の終わりから今年 XCC に関しては無敗で来れているので、まあ、それもこの全日本のためであったんで、今日もしっかり自分らしくいきたいと思います。まずは今日1枚目の全日本ナショナルジャージを獲得すると。そうですね、はいはい、アジアチャンピオンジャージに続いて日本チャンピオンジャージも欲しいんで今日も頑張ります。ではファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、本当に20分という短い時間なんで本当に応援が力になるレースですので応援いただけたら嬉しいですし、優勝できて宇都宮にチャンピオンジャージを持って帰れるように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きます。その北林のテク、さあそして最近はクロスカントリーライダーとしても活躍を見せています。そのフィットに応じていきます。いつもとはまた違った緊張感。2024はジャパンナショナルチャンピオンシップスマウンテンバイキングクロスカントリーショートラック、今男子リードクラスのレースがスタート。さあこの下りポイント見に行きましたのは絶景102番です。絶景102番とは
澤田時選手に一言いただきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。すみません、座ったままで。いや、もう最後の展開はしびれました。そうですね、本当にまあ、周回数も多くて、うん、まあ、決まりにくいコースだと思ってたんですけど、うん、まあ、はい、予想通りきつい展開でした。最後の最後で上り区間のあたりでアタックを決め、そこに反応したのが宮畑朝日選手でしたね。そうですね、もう最後まで誰が一番足あるか探りながらで、最後宮津くんが足を残してたんで、まあでもあそこで出れないともう勝てないと思ったんで、もう思い切っていきました。まさにアジアチャンピオンらしい走りを見せてくれました。さあ、明日は頂上決戦 XCO、 そこへ向けて一言お願いします。そうですね、もうちょっと今日より強度が落ちるといいなっていうぐらいきつかったんですけれど、まあ明日暑くなると思うんで、はい、しっかり体調整えて頑張りたいと思います。おめでとうございます。この XCC 見事タイトルを獲得しましたのは宇都宮ブリッツ戦、澤田時選手です。おめでとう。